夜12時になりましたので、ペニーの散歩を始めさせていただきます。ペニーは水槽の横から出てきますので、しばらくお待ちください。今水槽の横を歩いております。もうしばらくお待ちください。はい、先頭のペニーの姿が見えてきたお客様がおられるかと思います。もうしばらくお待ちください。ゆっくり歩いておりますので、ちょっと気長に待ってやってください。はい、ペンギン到着しました。ではペンギンの散歩を始めさせていただきます。まずまっすぐ正面まで行って、そちらで一度止まりたいと思います。うまく止まれましたら写真撮りやすいと思いますので、写真撮ってやってください。鳥羽水族館で飼育しておりますのは、このフンボルトペンギンという種類です。小さいですけども、これで大人です。体重はだいたい4キロ前後、3キロから5キロのペンギンが多いです。ずっとまっすぐ行って、そちらで一度泊まりたいと思います。今日は少しペンギンについてお話しさせていただきたいと思います。いくつか質問させていただきますので、手を挙げて参加していただけると嬉しいです。はい、ではこの辺で一度泊まりたいと思います。ではまずペンギンが何の仲間かについて聞いてみたいと思います。海で魚を捕って生きているペンギンは魚の仲間にあるっていうのが一つ目。いやいや、こうやって陸上も歩いてるからアシカの仲間にあるっていうのが二つ目。いやいや、これ顔見たら鳥やで、鳥の仲間であるっていうのが三つ目。聞いてみたいと思います。ペンギンは魚の仲間だと思われる方、あ、おられました。ありがとうございます。いやいや、ペンギンはアシカの仲間やねえと思われる方、あ、おられますね。ありがとうございます。いやいや、ペンギン鳥やでと思われる方、はい、ありがとうございます。3つ目正解です。ペンギンは鳥の仲間です。でもこうやって陸上を歩いてますように、ペンギン飛べません。はい、今度はこちらに行って止まりたいと思います。では今日はペンギンが歩いているところを見ていただいてますので、ペンギンが歩くことについてちょっと聞いてみたいと思います。今水族館ではこうやってペンギン、お客様の前を歩いてるんですけども、野生自然界で海で魚を捕って生きているペンギンが歩く必要があるのか、歩かなければならないのか、海で魚を捕っている野生のペンギンは歩かなくてもいいのか聞いてみたいと思います。海で魚を捕って暮らしている野生のペンギンは歩かんでもええんちゃうかと思われる方、おられないですね。いやいや、野生でもペンギン歩かなあかんでと思われる方、はい、ありがとうございます。2つ目正解です。ペンギン、餌は海で魚を取るんですけども、卵を産んで子育てをするのは陸上です。ペンギン、先ほども申しましたように、飛べませんので、どうしてもその海から子育てをする場所までは歩く必要があります。歩かなければなりません。もう一度同じように回って、回っていきたいと思います。ではその海から子育てをする場所までペンギン、どれくらいの距離、どれくらいの長さを歩くのか聞いてみたいと思います。これはこのフンボルトペンギンの話ではなくて、一番大きいペンギン、エンペラーペンギンなんですけども、海から子育てをする場所まで一番長い距離、どれくらいの長さを歩くのか。1つ目はこの散歩の場所から水族館の入り口くらい、歩いて2分くらい。2つ目は水族館から鳥羽駅くらい、はい、この辺に一度泊まりたいと思います。歩いて10分くらい。3つ目が鳥羽から名古屋くらい、特急で1時間半くらい。聞いてみたいと思います。エンペラーペンギン、海から子育てをする場所まで一番長い距離、どれくらい歩くのか。散歩の場所から水族館の入り口くらいまでだと思われる方、ちょっとおられますね。ありがとうございます。水族館から鳥羽駅くらいちゃうかと思われる方、結構おられますね。ありがとうございます。いやいや、ペンギン鳥羽から名古屋まで歩くれと思われる方、皆さんよくご存知ですね。3つ目正解です。エンペラーペンギン、海から子育てをする場所まで一番長い距離だと鳥羽から名古屋くらい、約200キロくらいを歩くことが知られています。そういうことを知っていただくと、今こうやってペンギンよちよち歩いているように見えるかもしれないんですけども、
もしかしたらしっかり歩いてるんではないかと思っていただけると嬉しいです。もう一度そちらで止まって同じように回って帰りたいと思います。それでは最後の質問です。今ここにはオスのペンギンもメスのペンギンも出てきてると思うんですけども、皆様見分けはつくでしょうか。私たち水族館の飼育係がペンギンのオスメスを見分けているかどうかっていうのが最後の質問です。お客様にはなかなか見分けがつかないかもしれませんが、私たちは飼育係なのでちょっとあるところを見てこの子はオス、この子はメスと分かるっていうのが一つ目。二つ目はお客様にも分からへんし、実は私たちも、オスメス分からないまま飼っているっていうのが二つ目。三つ目は私たちも見た目では分からへんけども、ちょっとあることを調べてこの子はオス、この子はメスと分かって飼っているというのが3つ目。聞いてみたいと思います。水族館の飼育係、ペンギンのオスメス見ただけで分かると思われる方。あ、ちょっとおられますね。心苦しいです。水族館の飼育係、ペンギンのオスメス分からないまま飼っていると思われる方。あ、ちょっとおられますね。ショックです。水族館の飼育係、ペンギンのオスメス見ただけではわからへんけども、ちょっとあることを調べてこの子はオス、この子はメスって分かって飼っていると思われる方。ありがとうございます。3つ目正解です。私たちもなかなか見ただけではオスメス分からないんですけども、ペンギンにはちょっと申し訳ないんですが、ペンギンからちょっとだけ血をもらって DNA を調べてこの子はオス、この子はメスって分かって飼っています。で、この子はオス、この子はメスって分かるためには、この子は誰っていうのが分からないとダメなんですけども、今鳥羽水族館にはフンボルトペンギン56羽いるんですが、ペンギンの飼育係はこの56羽みんなを見分けています。翼に色のついた輪がついてると思うんですけども、これで見分けています。ただ誰か飼育係の人だと顔を見ただけでこの子は誰っていうのが分かる人もいます。もうペンギン飼えるって言ってますんで、この辺りで散歩を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。